したら、次このサーフパンツですね。この選び方でこう何かアドバイスありますか。まあ、最近は少なくなったんですけど、はい、やはり減量を見越してサイズを選ばないと、はい、ウエストがゴソゴソになっている選手って言ってたんですね。その前は、まあ、後ろ側を、ね、こう掘り返して、はい、ピンで止めたりするんですけど、はい、結構いて、歩いてるうちにどん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 下がってきたような選手がいたんですが、はい、そこは見越して取った買ってもウエストサイズを選んでもらえて、はい、当然下がってくるとこの位置も下がってきますので、はい、膝が完全に下まで隠れてしまうのはちょっとかっこ悪いですね。ウエストサイズは一番気をつけて選んでました。なるほどですね。まあ、一つはそのウエストサイズがしっかりこう大会当日に合うように、はい、パンツを選んでいただきたいということと、まあ、今そのパンツの丈の話が出ましたけれども、こう丈の長さはまあ長すぎても、はい、まあ、おっしゃるとダメですし、はいはい、まあ、かといって短すぎるのも、はい、まあ、かっこ悪いと思うんですけれども、ね、はい、どれぐらいの長さがまあ一つ基準に、まあ、膝が軽く隠れるぐらいっていうのが一番かっこいい。なるほど、はい、膝上10センチだと明らかに短く、膝が、なるほどですね、膝を超えて大腿部のが見えてしまうようだ、それは短すぎます。なるほど、はい、そうなるとこう賞金のこうこの辺のラインが見えない、見えるようなパンツだとちょっと短すぎる、はい、短いですね、はい、そうですね、はい、なのでその四頭筋がしっかり隠れるぐらいがまあ一つ基準になる、うん、はい、そうですね、はい、そうなると、まあ、最近って結構その短いパンツを履いて出場される選手が多いのかな、はい、いますね、いますね、なんですけども、まあ、あんまりそういう短いパンツだとこうひょっとしたらこう限定になってしまうかもしれない。まあ、あまりにもそのパツパツすぎるっていうのはたまに言いますけどね、はい、まあ、原点とまではいかないですけど、はい、例えばその同じような体型の選手が2人残ったとして、はい、でその1人の選手が、まあ、先ほど言ったような基準まで、はい、でかっこよく引くなしていく、はい、で片や太ももが出てると、はい、そこで差をつけるかもしれないです、はい、そういった時に。なるほどですね、はい、まあ、おそらくそのそこが原因で減点しましたっていう先生方は、まあ、おそらくいらっしゃらないと思うんですけども、それこそこうトータルパッケージで審査をされる競技ですので、やっぱりそういうところを審査員の先生方は見て、やっぱりトータルパッケージでそういうのはちゃんとできてる選手の方がやっぱりいいなっていうふうにこう思うということですよね。まあ、さっき言いましたけども、接戦の時によくそういうことが見るし、ね、このポーズつけがたいなと思った時に、はい、そこに差があったらそこで差をつけます、はい、まあ、なのでこうしっかりパンツの選び方一つとっても、まあ、大事になってくると、はい、ということで、まあ、今その足がまあパツパツになるようなパンツも あんまり良くないっていうお話でしたけども、そのパンツ この張り具合というか、この大きさってどれが理想なんでしょうか。まあ、大きさというか素材もあると思います。やっぱり薄っぺらいでタイトなやつはそうなりがちですので、やはり従来からあるようなサーフパンツ的なものが一番、はい、理想だと思います。なるほど、はい、逆にそのパンツ この足の部分が大きすぎて、はい、こうちょっとブカブカに見えるような、はい、そういうサイジングも、はい、まあ、あまり良くない、まあ、格好良くはないですよね。こう横に広がっていく、まあ、広がりすぎず、パツパツすぎずというような言い方が一番いいと思います。なるほど、まあ、そうなると、まあ、ちょっとお尻のあたりが、まあ、しっかり、まあ、ある程度ラインが出るぐらいで、まあ、布団がもうパツパツにならないぐらいの、うん、まあ、サイズ感が、まあ、ちょうどいいのかな。そうですね、それはもう一番大事なところです。なるほどですね、まあ、もうパンツの選び方っていうのも、まあ、大事なところになってきますので、参考にしていただければ。パンツのデザイン、色についてはどうでしょうか。まあ、特にそこで、まあ、大体ブルー系とかですね、爽やかなのであれば、はい、いいんですけども、まあ、極端になんかこう真っ赤からこう火が燃えて、炎が燃えてるような履いてる選手もいますけど、はい、まあ、似合ってりゃいいんですけども、ど、まあ、こう明らかに周りから見て浮いてるようなデザイン、はい、過去にそうですね、高いレベルであんまりそういうの見たことはないんですけども、はい、地方へ行って例えば基本的にブルーがいるのに1人だけこうド派手なのを履いてるとちょっとまあ目立ちますよね。なるほど。でもだそれで減点するとまでは、
ね、その人に合ってるかどうかが一番大事です、はい、まあ爽やかというのが第一ですから、はい、まあ奇抜なデザインというのはまあ初心者は避けた方がいいと、はい、なるほどですね、はい、まあ、その爽やかさをこうしっかり演出できて、はい、その選手自身に合ってるかどうかというのがまあ大事になってくる、はい、そうですね、まあ、なのでこう、まあ、目立とうとしてあんまりこう派手な色とか派手な柄のパンツをまあ選ぶ必要はないと、まあ、それよりはまあ髪型と同じでしっかりその方にこう合ったデザイン合った色の、サーフパンツを選んでいただいて、まあ、どちらかというとこう、まあ、悪目立ちしないようなそういうパンツを選んでいただいて、まあ、そうなるとやっぱりブルー系もシンプルなデザインのものがやっぱり多くなってくる、ね、まあ、どうしてもトップでも見返ってくるのはそういうことです、はいはい、なるほどですね、まあ、なのでパンツの、ね、色とかこう迷われている方は参考にしていただけると思います。爽やかにそこを基準にしても、はい、ありがとうございます、まあ、なのでその髪型もあまり奇抜なものにする必要はないということですね。そうですね、はい、まあ、ボディビルダーはなんか真っ赤にしたりとか、モヒカみたいにしたりとかはまあいますけど、メンズヒルクはそこはしっかりスポーティーな、ね、はい、爽やかさを、第一にした髪型がよろしいと思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、そうしましたら、次ですね、そのピジットのこう、まあ、実際にこう審査の、まあ、手順を、ちょっとご説明しながら、どういうこうところを審査員の先生が見ているかというのを教えていただきたいなと思うんですけれども、まあ、まずこう最初はまあ選手の皆さんこうずらーっと、まあ、舞台の後ろの方に並んだところから、まあ、大体半分ずつぐらいこう前に出てきて、一斉に規定ポーズを取って、で、左右入れ替わってまたポーズを取ってで一旦下がると、でまた半分人たちが前に出てきて、規定ポーズを取って左右入れ替わってまた規定ポーズを取って下がると、でそこから、まあ、ピックアップで、何人か呼ばれて比較をしていくという流れになるんですけれども、最初にこうステージの後ろに全員選手が並んだ時というのはこう審査員の先生方ってどういうところをこう見てらっしゃるんですか。まあ、私の場合だと、はい、そのまあ、最初からずっと並ぶってことはあまりよっぽど人数とかでも少ないんで、大体一人一人名前呼ばれて出てくるんです、ね、はい、人名前呼ばれてまあ並んでいくんです、その時点で見てます。なるほど、司会者が呼んで、はい、舞台袖から出てくる、その瞬間から審査が始まって、並んでからもう一回見てると遅いんで、人数多い、はい、ですから気をつけてほしいのは、名前呼ばれて出てきた瞬間がしっかり。例えばトボトボ歩いてたりですね、歩き方ギクシャクして見るとその時点で見られてますから、そう気をつけてほしい。そうなると、まあ、審査員の先生方皆さんそうとは限らないかもしれないんですけども、その最初に出てくる瞬間で、あ、この人は上に行きそうだなとか、あ、この人はちょっと予選通るのは厳しいかなとか、そういうことをもう考えながら先生方見てらっしゃって、ある程度こう当たりをつけた状態でもう選手が並ぶっていうことですね、はい、そうです、もう特に人数多いんです、はい、そうしないと我々も間に合わない、なるほど、そこから見てます、なるほど、まあ、そういった意味で気が抜けない、はい、なるほどですね、はい、そうなるとこう名前を呼ばれて出る瞬間にワンポーズ取る選手いるじゃないですか、そういうのはどうなんでしょう、何になるんですか。それは大会によって人数が多いとそれを禁止するときは、だから禁止してるときは取ってダメですけども、まあ、地方で人数が少なかったらそこは重要ですね。なるほど、はい、なので、まあ、そこは主催者のこう説明をしっかり聞いておいて、ダメですよと言われているのにやってしまってはやっぱり減点されるので、まあ、特に何もその辺の指示がなければ、こう名前を呼ばれたときに審査員の先生方を向いてワンポーズ決めて、しっかりこう印象付けてから出ていくということもまあ大事になってくるです、ね、うん、まあ、なんでワンポーズ決められなかったら歩き方で見るしかない、なるほど、そこは練習してもいいです、ね、なるほどですね、ありがとうございます、はい、まあ、なのでこの歩く時のこう姿勢ですとか、こう表情というところにもしっかり気を配らないといけないと思います
ですね。はい、ありがとうございます。まあ、そうしましたら、まあ、その全員並んで、今度は、まあ、比較審査を受けている時というのは、こう審査員の先生方っていうのは、選手、どういう感じでこう見られているんでしょうか。まあ、そのメンズフィジークの場合はトータルパッケージですから、はい、まあ、アウトラインですよね。はい、もうパッと見たもう頭から、足先までの全身を見ます。はい、うん、その特にフロントの時間が長いので、はい、まず、しっかり V シェイプであるとか、はい、でまあ、ミッドセクションが、ね、はい、しっかり、まあ、充実している、はい、まあ、そういうのはパッと見て分かる、まあ、素人見ても分かるんですけど、はい、そこを見て、大体の判断をします。なるほど。一番大事だと思いますよ、この最初に並んだ時って。なるほどですね、はい、はい、まあ、今あのフロントサウスポーズが、まあ、一番こう見られている時間が長いというふうにおっしゃってましたけども、うん、まあ、そうなると、まあ、フロントスタンスポーズでこうしっかり印象付けることができると、まあ、上位に入りやすくなってくる。まあ、そうですね、まあ、あのいろんな審査員の仕方があると思うんですけども、はい、大体最初12名いて、はい、まあ、12位まで決める場合っていうのは、はい、まあ、上位と下位に分ける人、はい、まあ、私の場合は、まあ、なんて言いますかね、4人ずつ分けてる人ですね。なるほど。1位4位グループ、はい、5位8位、はい、9位、10人みたいなので、はい、こう3つに分けて、なるほど、だいたいそうパッと見て番号を書いていきます。なるほど、はい、だそれはもうフロントで最初に並んだ時に、はい、まあ、私の場合にあります。あとは細かくしていく中でその中でこうシャッフルしていくことがあるんですけども、はい、なので最初の印象である程度決める人が多い、審査員が多いと思うので、はい、なるほど、なのでそこは一番大事。なるほどですね。はい、まあ、それはやはりこう限られた時間の中でたくさんいる選手をしっかり審査をしていかないといけないという中で、最初の第一印象である程度こう順位のまあグループ分けというか、大体まあこの選手はこの辺かということをまあ見ていくということなので、やっぱり第一印象を決めるフロントスタンスポーズというのが まずは大事です。そうですね。そこでこう上位のテーブルに乗れるかどうかというところが決まってくるということですね。それは、まあ、今12位の方で言いましたピックアップの場合は、はい、そのボーダーラインを見ますので、はい、ですからもうパッと見て、あ、この選手はもう決勝行くんだって選手はもうあんまり審査員見てないんです。かあまりも、まあまあ、失礼ながらね、はい、この選手はダメだろうって選手はあまり見ない、はい、ですから選手の側としてはピックアップの時に見られてたら、あ、ひょっとして自分はボーダーラインじゃないかっていうのは多分分かると思います、はい、あのピックアップはねそこを見てます。そうですね、はい、ですから12人に入れるかどうか、はい、うん、に見られていると、はい、まあ、そこで、まあ、ベテランの選手だったら自分の順位が全然分かってくれるんですけどね、はい、ボーダーで。そうですね。ただ、まあ、はい、選手によってはね呼ばれなかったらすごい不安になるんでいいのか悪いのか分からない、はい、特に初心者、はい、よっぽど問題ないか、はい、よっぽど、まあ、失礼なのか、あの下位なのか、はい、だと、あの審査員の目線はあまり来ないです。なるほどですね、はい、はい、あの大会の、ね、出場経験がない方にちょっとご説明をしますけども、実は、出場人数が多い大会なんかは、予選審査の前に、まあ、予選の予選みたいな形で、まあ、ピックアップ審査というのを行うことがあります、まあ、これがあるかないかはその大会の進行表を見ていただければピックアップ審査というふうに書いてあるので、まあ、分かるんですけども、そのピックアップ審査の場合は予選に、進む12人を、まあ、決める審査になりますので、その予選に進めるかどうかのボーダーラインにいる選手をこう比較していくことになりますので、まあ、優勝を狙っている選手にとってはそのピックアップの時に呼ばれちゃダメということになるので、こうピックアップの時に呼ばれなかったからといって、自信をなくす必要もないですし、呼ばれたらいいかというと、まあ、実はそうではないケースも、まあ、あるということですね。そうですね、まあ、最近はですね、まあ、明らかに上位の選手をピックアップで呼ぶと、はい、審査委員長の権限でいやこれは違うよという、なるほど、まあ、そういったシーンをご覧になったこともあると思います、はい、それそういう外された選手、まあ、大体本人分かると思うんですけども、はい、ですからピックアップで、あまりにも上位の選手は呼ばないようにしております。なるほどですね。で、まあ、ではその予選審査になってくると、今度は、まあ、比較審査をするときには、まあ、ファーストコールといいますけども、その一番最初のこう比較で、
まあ、呼ばれた選手というのが、まあ、上位に来る確率が高くなってくると思うんですけれども、最初は第一印象でその大体のこうグループを決めるというふうにおっしゃってましたけれども、そのもうちょっと人数が絞られた比較審査の中では注目するポイントって変わってきたりするんでしょうか。まあ、そこが最初に申し上げた完成度なんですね。まあ、高いレベルになると10トップの12名っていうのはかなりのレベルです。はい、まあ、そんな中で、充実まあ、ミッドセクションの充実度とか、はい、V シェイプの充実度、肩、はい、の完成度、まあ、そういったところを見て、決めていきます、はい、より完成度の高い人間を上にしていく。なるほど。あとは、まあ、これは私ですけど、はい、欠点の少ない人間を私は結構上に。ああ、なるほどですね。ボディビルでもそうなんですけど、この選手はどこが弱いからっていう感じ でだんだんこう下の方からつけていって、はい、残った選手が上に行くような感じで私、ね、欠点が少ない選手を残っていくっていう。なるほどですね。感じで私は審査しています。こう近年こう、まあ、フィジークもボディービルもこうレベルが上がってきている中で、やはりこう弱い部位があったりすると、うん、どうしてもそこが目立ってしまって、上に行けなくなるっていうケースが、まあ、やっぱり増えてきているということですかね。なのでこう最初の段階ではこう全体を見て判断をこうしていくんですけども、それが比較審査になってくるとより細かいところを見て、弱点がないか、こう完成度がどうかというところを見ながら、まあ、しっかり順位を決定していくというような流れになってくるわけですね。こう大会、まあ、初出場になるようなこう、まあ、大会出たいなと思っているような方はこうどうでしょう。あんまり最初からその細かすぎるような部位にこう集中してトレーニングされるよりは、どちらかというとその大まかなアウトラインをつけていくような鍛え方をした方が、まあ、どちらかというと上に行きやすい。そうですね、まあ、アウトラインですね。V シェイプと、はい、まあ、肩の大きさ、まあ、あれミッドです、はい、ただこのミッドセクションは絶対ないです。どんだけ良くても腹筋の充実がない選手っていうのはやっぱ評価下がり、これはもうメンズフィジークが始まった当初からそうなんですけど、シックスパックがしっかり見えてない選手はどんだけアウトライン良くても順位が下げます。そこ、まあ、初心者においてもミッドセクションだけはしっかり充実させる努力は、それパーツ的にね、はい、うん、でその他はもう全体アウトラインを重視いいと思うんですけど、はい、うん、ここに関してだけはもう上位の回もこだわってほしい。メンズフィジークすべきね。なるほどですね、はい、まあ、そうなるとこう腹筋のトレーニングも普段からしっかりやって筋肉量がこう増やしておいた方がいいということですか。そうですね、まあ、ボディービルダーがたまにそんなにやらない選手もいますけど、はい、メンズフィジークは絶対やらなきゃダメですね。なるほどですね、はい、選手を目指してらっしゃる方の中にはこう腹筋ってまあどうしてもしんどい割にこう、まあ、なかなかパンプするようなこともないので、こう楽しくなくてどうしても後回し後回しでトレーニングしないっていう方も、まあ、ひょっとしたらいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、今ね宮島先生おっしゃったようにメンズフィジークにおいてはもうかなり腹筋が重要な部位になってきますので、しっかり腹筋もその他の部位と同じぐらいの熱量を持って鍛えておくのが、まあ、おすすめですよと、うん、そうですね、いうことですね。はい、ありがとうございます。ここまでですね、メンズフィジークの、審査のポイントについて、宮島先生から、お話を伺っていきました。なかなかですね選手目線では聞けないお話が、たくさん聞けまして、私も非常に勉強になりました。まあ、フィジークの大会にもう私は出ないとは思うんですけども、まあ、それでもフィジークのこう競技の特徴をまあ知ることで、まあ、それもねボディービルのこうポージングのまあプラスになるところもまあすごいたくさんあったなと思います。これからフィジークの大会に出てみようかなと思ってらっしゃる方ですとか、フィジークの、ね、大会出場経験があってもっともっと上を目指していきたいという方は、参考にしていただければなと思います。そして健康堂さんのね、お近くにお住まいの方は、宮島先生のパーソナルトレーニングを受けることも大丈夫です、はい、できます、うん、できますので、まあ、ポージングの、ね、指導とか、まあ、1回受けるだけでも全然変わりますので、もしねこう大会に挑戦したい、上位を目指していきたいっていうね情熱のある方いらっしゃいましたら、ぜひ
トレーニングジム健康堂さんにお越しいただいて、宮島先生の指導を受けていただければと思います。それでは今回はですね、宮島先生にメンズフィジークの審査のポイントについてですねお話をいただきました。またね、宮島先生から聞きたいお話がございましたらコメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。